暑い部屋からこんにちは。どうも、ハイチーです。昨日ですね、5教科の勉強法というね、動画を投稿させてもらって、まあ、たくさんの方に見ていただき、本当にありがとうございました。で、コメントもね、だいぶ読ませてもらったんですけど、その中で、理社、もうちょっと触れてもいいんじゃないみたいな。確かにそう。で、結構触れてなかったからね。なので、今回追加で理科社会、こちらですね、について話していきます。では、早速行きましょう。で、まず、理科社会、全体的に言えることなんですけど、まあ皆さんご存知のように、その二つ科目、理科と社会っていうのは暗記の科目です、基本的には。だから、ちょっと安直な言い方をすると、言葉を覚えただけ、まあ公式もそうですけど、覚えた分だけ得点がダイレクトに伸びやすいです。っていう科目。でも、その中でも、理科の方が個人的には伸ばしやすいです。両方同じぐらいの苦手だったらね、理科の方が伸ばしやすい。そっから話していきます。では、まずね、理科行きましょう。で、理科はですね、ほぼほぼ暗記なんですけど、あと、まあ、公式が入ると、計算が入るところありますよね。例えば、2年生の湿度とか、1年生の圧力とか、まあ、電気とか、オームの法則とかもそうですね。計算も入ってくるので、若干数学みたいな要素も入ってくるんですけど、ほぼほぼ暗記でございます。で、なんで社会より伸ばしやすいかっていうと、単元がはっきり分かれてるんですよ。どういうことかっていうと、みんながその、まあ、学校のテストはね、もうさ、範囲がさ、今回は電気みたいな決まってるからさ、そうも言えないんだけど、実力テストとか、まあ、模試とかね、まあ、その地域の模試とかの過去問見てもらえば分かりますけど、大問1はね、だいたい小問集合って言って、いろんな単元の基礎問題が来るんで、いろんな問題混ざっちゃうんだけど、大問2は電気とかさ、大問3は、音とか、電気じゃねえや、光とか、わかりやすいですよね。だこの単元の、大問これはこの単元が出てくるみたいな。はっきり一個一個分かれてるんですよ。もちろんたまに、この単元とこの単元が混ざった問題が大問の中に揃ってるなんてのもありますけど、それよりも結構はっきり分かれてるんですよ。なので、みんなにとってもちろん理科っていうのは3年間勉強したらたくさんの単元があります。で、もう理科がさ、ほんと嫌いな子っていうのは、もう全部無理。あ、無理っすから。みたいなこと言うんだけど、ちゃんと分析してったらそんなことないんだよね。実はできる単元もあんの。ここは意外とできるみたいな。あ、でもこれは苦手みたいな。まあ、よくあるのは、暗記だけの科目、植物とかね。植物のとこはできるんだよ、結構。受粉とか最初の、皮脂植物、裸子植物とか、あの辺はできるんだけど、計算が入ってくるその圧力とか、電気とかになると嫌だみたいな。磁界とかもそうですね、若干ね。まあ、そういうことは、まあ、磁界はあるか。計算入んねえか。だからその、はっきりできる科目とできない科目が分かりやすいので、よく自分穴って言うんですけど、苦手なところ。穴がさ、開いてるわけですよ。例えば、理科っていうね、こう単元があった時に、ここはね、穴は開いてないの。できるから。でもこの単元穴開いてるっていう。その穴を埋めていくイメージなの、どんどん。この単元穴開いてるから、この夏休み、まあ、例えば1週間使って埋めていこう。で、基礎問題をできるようにしていこう、みたいな感じ。で、ひとまず暗記をします。言葉と公式を。で、暗記で使うのは何暗記したらいいですかとかも聞かれるんですが、これは教科書でも、ワークでもいいです。まあ、個人的には自分の、動画は基本的に言葉をちゃんと詰め込んであるので、動画を使ってもらえれば言葉の暗記には使いやすいと思います。まあ、自分で言うのもあれですけど、もしよかったら使ってください。時間効率としてはなかなかいいものになるとは思うので。で、言葉を覚えるじゃないですか。そしたら、その単元のワークをやるんです。その単元の。暗記したらその単元っていう、そのダイレクトにつなげて。せっかく頭に入れたので、入れたものを使えるようにしてほしいの。ちゃんと。これね、難しいことなんですけど、言葉を覚えるじゃないですか。あったら、社会も同じね。言葉を覚えたときに、それをどういう問題で使うのっていう、そこをね、リンクさせてほしい。つなげてほしい。その経験値を、経験をたくさんすることによって、例えばね、テストの時に初見の問題が来た時も、あれ?これあの時やった問題と似てないみたいな。あ、じゃあこの答えじゃん。っていう風に繋がってくる頭の中で。だから暗記したらその単元を解くっていうのをこのセットで必ず勉強してください。それをやることで理科は飛躍的に伸びるから。ぐいっとね。いいかい?そのためにもみんながまず何ができて何ができないのか。で、その穴の単元の中でもどれを優先的にやるのかっていうのを自分で決めていく。で、それを決めるときの、判断基準っていうのは例えば学校の先生とか塾の先生とか先輩に聞いてもいいと思います。その地域で出やすい単元とかもあるので、そこをしっかり優先順位決めながら、穴を埋めていくイメージでやりましょう。そのやるときには、暗記したら問題演習。これをセットで必ずやる。これを理科はやってください。では、社会ね、行きましょう。で、社会はですね、理科と基本的には同じです。
言葉を暗記する、それと問題演習をするをセットでやっていきます。これは必ず崩さない。ただし、さっき言った理科の方が伸ばしやすい、つまり社会の方が伸ばしにくい理由があって、それはね、社会の方が複合問題が多いんですよ。特に歴史なんですよ。まあ多分みんなもね、こう問題やっていく中で、大問3、江戸時代だけとかだったらまだいいんですよ。そしたら江戸時代のとこ覚えたらさ、江戸時代のとこ問題演習したらいいでしょ。いいんですけど、わりかし年表があるとき、問題に1700何年 A が起こる、1800何年 B が何々を起こすみたいな、1900何年なんとか世界大戦みたいなね、書いてあるときに、つまりこう、なんとか時代、なんとか時代、なんとか時代みたいな、二つ三つセットになっちゃってる。それが大問の中に全部入ってると、覚えてから問題演習にしにくいんですよ。でもわりかし歴史って多いんですね。そう。だからその、もう暗記してから問題演習のセットがしにくくなります。で、その中でも、社会は三つありますよね。地理、歴史、公民があるんですけど、この中でもやりやすいのは公民です。公民苦手な方、結構苦手意識ある方多いんですけど、公民は、暗記してから問題演習がしやすいので、もし全部同じぐらい嫌だっていう方、社会の中でも、地理、歴史、公民全部嫌だって方は、公民から行った方が割りかし取れます。ただし、自分が塾講師やってた地域は、その3、3つ、地理、公民、歴史が、だいたい同じ得点配分で出ます。受験。まあ、33点、まあ、30点前後は全部分かれてくるからいいんですけど、もしかしたら地域によってはさ、その歴史、地理の方が多いみたいな、のがあった場合は、公民の得点配分低くなってるので、ちょっとそがす要素なんで、してください。その周りの方によく聞いてね、話ね。ちょっと俺全部全国は知らないので、そこは言えないんですけど。じゃあ、歴史と地理。まあ、地理も複合問題が多いんで結構ね。その二つ、どうするかっていうと、その暗記してから問題演習がしにくいので、あらかた、全体的に暗記をしてから問題演習をした方がいいです。だから、ちょっとね、自分が伸びてる感覚がつかめないんですよ。さっきの理科みたいに、ここ暗記して、これ問題演習やるとさ、あ、さっき覚えたことあるじゃんみたいな。そうするとね、やったね、なんて快感じゃないけど、やってよかったって、自分が前に進めてる感覚があるんですよ。でも、社会は、わりかし広い範囲を覚えてから問題演習するから、広い範囲を覚えるのも努力が必要でしょ？時間もかかるし。で、広く覚えてるから、抜けも出るんだよね、その分。で、抜けてるから問題解けないんだよね、最初の方。そうすると、なんだよ、どうせやっても無理じゃん、みたいな感覚になりやすいの。で、そこはやっぱり粘り強さが必要。ちょっと根気強くやってください。そうすることによって、必ず、社会時間かかるけど、ちょっと、時間かかるけど、覚えた分だけ、問題演習すれば伸びます、ちゃんと。で、社会の方が、問題のバリエーションがそんなに多くないので、多くないから、暗記して、ちょっと苦労しながらね、暗記してから問題演習やるじゃん。で、やり終わって、まあ、ね、何回も繰り返しやり込んで、例えば違う参考書に行った時に割と解けるから、そしたら。なぜならバリエーションが多くないんで、あれ？これあの時と同じじゃね？みたいなのをたくさん見るよ、社会は。だから、理科と違って、ちょっとね、ちょっと根気が必要になるんですけど、そこはグッと、大丈夫って、前に進めてっからって思いながら、勉強してってください。これが社会のポイントとなります。はい、ということで理科と社会、まあ、今回もざっくりなんですが、こんな感じでやってったらいいよっていうのを話させていただきました。で、他にもね、ほんとたくさんの質問もいただいてるので、まあ、ちょこちょこ、特に夏休みなんで、まあ、こういう動画を撮ってね、みんなが勉強頑張ろうって、多分夏休み長いからさ、40日あるから最初はいいんですけど、だんだんね、ちょっと心が折れてくるんですよ。それをちょっと、まあ、ちょっとでもね、励ますというか、頑張ろうって思ってもらえるんだったら、こういう動画を撮る価値もあると思うので、まあ、質問とかね、相談いただいたものを顔出してこうやってちょこちょこ撮っていこうとは思います。そして最後にちょっとお礼なんですけど、自分のこの顔出しでね、撮ってるやつコメント欄に、まあ、相談とかいろいろこうやって書いてくれてるじゃないですか。それにこうみんながコメントを返してくれてるんですよ。しかも結構こう、あ、ちゃんと真面目に相談乗ってくれてたりとか、一緒に頑張ろうねみたいな、頑張ろうぜとか、例えば得点上がったって言ったらおめでとうみたいなのすごい見て、それが前も話しましたけど、すごく嬉しいです。多分ね、あんま伝わってないと思うんですけど、本当にありがとうございます。それを見ることでこっちも心が温かくなるし、俺自身もすごい頑張ろうと思わせてもらえてるので、ぜひ今後もね、今後もそれ続けてくださいっていうのもあれなんですけど、自分もこうやって撮影頑張っていきますので、みんなも、こう一緒にって言ったらちょっとね、なんか綺麗事になりますけど、ぜひね、この夏休みを有意義に過ごして、夏休み終わった時にね、俺自身もそうだし、みんな自身、一人一人がね、みんな自身がいい夏休みだったなって
思う夏休みにね、していきましょう。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。